ヘンシェル HS-293 は第二次世界大戦中にナチスドイツが開発した世界初の動力付き誘導爆弾であり現在の対艦ミサイルの始祖といえる兵器である。設計はヘンシェル社のヘルベルト・エワーグナー教授による小型機の機体下部に過酸化水素を使用する液体ロケットエンジンを装備し母機より投下し目視下において無線を介した 手動操縦で誘導し目標に到達、命中させるようになっていた。ドイツ国防軍は1939年に遠隔操作によって感染を撃沈できる兵器の開発を開始した。翌年にはグライバーの形をした試験モデルが製作されたが、 ロケットモーターの開発が遅れていたため、標準兵装である SC500 爆弾に主翼と尾翼を取り付けて、開発を進めていた。ただしこの時点では、方向打が取り付けられておらず、滑空実験に近かったと推測される。その後推進装置が完成し、それを装備した最初の方が完成すると、1941年11月に量産開始。 1943年8月に HS293A として作戦配備された。ロケットは T 材及び Z 材を燃料とする液体燃料ロケットで18チャンネルの周波数で誘導することができた。戦場には母機に吊り下げられて運ばれ高高度で投下される。母機としては HE177 や DU217 が主に使われた。また、 HS293 が凍結するのを防ぐために、母機から加熱空気が送られた。高度1400メートルで投下した場合、最大到達距離は3キロメートルとされている。誘導方式は目視方式である。母機も投下日後に目標に対して設定された、一定のコースを飛行し続ける。この間に小巡視はミサイルを目視で追尾。 小型の操縦管がついた制御ボックスを使って誘導する。目視での操縦を助けるために赤いフレアが HS293 から出ており、それを参考にして目標まで到達させる。HS293 は連合軍の艦船に対して一定の戦果を上げたものの SC500 爆弾が通常の爆風爆弾だったため艦鉄力が低く対艦攻撃に 威力不足であったほか、運用上の数多くの問題点も明らかにした。それが以下のものである、といったものであった。それらを解決するために、ドイツ軍は、を行うも、いずれも生産開始前や、実験段階にて終戦を迎えており、実現はしていない。 HS293 の株のナセルから取り外したワルター109から507ロケットエンジンの推進剤のタンク HS293 の開発プロジェクトは1939年に設計された純粋な滑空爆弾であるグスターベ・シュワルツプロペラワーカーをもとに1940年に開始された。シュワルツの設計は終端誘導装置を備えておらず 自動操縦を用いて直進コースを維持するもので、これは、対空火器の射程内に入らないよう十分離れた、位置を飛ぶ爆撃機から発射することを意図していた。ヘルベルト・エワーグナー博士の下のヘンシェル社のチームは、HWK109 から507ロケットエンジンを、下部に追加し、水力 590kg を10秒間にるよう、変更した。これにより、爆弾を、 より低高度から発射可能となり、射程距離も伸びた。試作段階では、水力6 0 0ラムの BMW-109 から511を使用した機体もある。翼の設計には、元ヘンシェルの社員で、計算機開発のため退社したコンラートツーゼが、開発した、機械式計算機 S2 と S2 が利用された。最初の飛行は、 1940年5月から9月に、ハインケル HE111 中型爆撃機を、母機として使用し、無動力で投下された。バルターロケットエンジンを用いた、動力飛行試験は1940年末に、実施された。兵器の構成は改造された標準型の SC500.5 トン汎用爆弾に、 体幹用として目標に対して、なるべく垂直に命中させるため、先端部に、コプフリングと呼ばれる部品を追加し、薄い金属外角の内部に高性能作薬を搭載し、下部にロケットエンジンを備え、補助翼がついた主翼を持っていた。誘導装置としては、マクローズ誘導制御装置を構成するファンクがレート230、ストラスブール受信機を搭載しており、 ボキ側のファッグ203ケール送信機と対応なしていた。これは同時期のフリッツ X 無動力爆弾と同様である。昇降打は電動のジャックスクリューによる比例制御で作動し、補助翼はソレノイドで操作した。遠隔操縦はケールストラスブールの無線リンクを介して制御された。HS293 の操縦系の中で複速についている。 垂直尾翼は固定式であり動力を持たなかった。ロケットはごく短時間の加速を与えるのみだったので射程距離は発射高度に依存した。高度1400メートルから HS293 を発射した場合の射程距離はおよそ12キロメートルである。HS293 は無装甲の船舶を攻撃することを目的としていた。これは 同じケールストラスブール無線誘導システムを搭載し、無動力ながら走行間鉄力を備えたフリッツ X とは異なる。いてはミサイルをケール送信機のジョイスティックで操作する。遠距離でもいてから視認できるよう後部に夕食の発煙筒を5機搭載していた。夜間の運用では発煙筒の代わりに点滅光を用いた。HS293 の欠点として、 ミサイル発射後に爆撃機は標的を見下ろす視線を維持するために標的と並行するよう一定の高度と速度を保って水平に直進しなければならず、迎撃機に襲われて回避軌動を行う場合は攻撃を放棄せざるを得なかった。連合国側は帝国超短波帯域のケール送信機からミサイル内のストラスブール受信機までの無線経路。 遮断するために、電波妨害装置の開発に注力した。妨害装置は、米国海軍の護衛駆逐艦に搭載されたが、当初は、妨害電波の周波数選択が不適切だったため、効果がなかった。結果的に HS、HS-293 が発射されて目標に、命中する確率は、アバランチ作戦当時とアンツヨの間でほぼ同じだった。 アンツヨが攻撃にさらされているとき、イギリスは f a グ2 0 3 2 3 0の無線経路に異なる方法で干渉する650型送信機の配備を始めた。これはストラスブール受信機の中間周波数である3メガヘルツで動作するもので一定の成功を収めた。ケールストラスブールには指令周波数が18種類あり、 従来はそのうちどれが使用されているか特定した上で、手動で同調して妨害波を送信する必要があったが、650型は選択された無線周波数に関わりなく、自動的に受信機を破ることができた。その後、連合国はアンツヨで無傷の HS293 を露獲し、またコルシカに墜落した。 ハインケル HE177 からケール送信機の重要部品を回収するなどの情報上の成果を得て、ノルマンディ上陸作戦と南フランスでのドラグーン作戦の発動までに、連合国ははるかに効果的な対抗手段の開発を間に合わせることができた。特にエールのマス型妨害装置は巧妙な信号送信によってケール送信機から制御を奪い、 HS293 を右旋回させて海に突っ込ませるものだった。アンツヨでの経験とは対照的に1944年4月以降の作戦では妨害装置が大きな効果を上げたと考えられ、HS293 が命中弾や資金弾となる確率に顕著な低下が見られた。 誘導性能の改善と発射母機の脆弱性低減を図るために、優先誘導型の HS293 バイトや、テレビ誘導による HS29、3D 派生型が計画されたが、どちらも実用化される前に戦争が終結した。また、無尾翼でデルタ翼を持つ HS293 回もあった。さらに、空対空型の HS293H があった。 1942年以降1000機以上が生産された。連合国の兵器体系においては、機能と用途が HS-293 に最も近かったものとして、米国海軍のバットがあるが、これは、無動力の自立型レーダー誘導滑空ミサイルである。HS-293 をベースとして、以後様々な開発が派生したが、いずれも完成を見なかった。 アメリカの情報機関のヘンシェル HS293 の文書実践での戦お及び参加についてはフリッツ X と混同が激しく謎が多い。初参加は1943年8月25日にイギリス戦団を攻撃して HMS ビディファードを沈めたとされているが詳細は不明。弾頭は炸裂せず強沈ではなく被害は軽微だったとされる。 8月27日に誘導ミサイルを使用して初めて HS-293 は HMS イーグレットを沈めた。1943年9月14日には連合国軍に編入されていたイタリアの戦艦ローマを撃沈した。DU-217 から投下された謎の爆弾により3万5000トンの巨艦が消滅した事実は 連合国軍にとって大きな衝撃となった。以後、終戦まで1900個生産され、連合国艦隊に多大な損害を与えた。ドイツ空軍の撃沈した艦船の実に40%は、この HS293 によるものと言われ、戦火は44万トンとされているものの、フリッツ X との混同などからこの数字には疑問が残る。第一任務では、 ソ連軍の進撃を阻止するため、オーデル側にかけられた橋を一撃で破壊した。母器については戦術したように、HE177 や DU217 が使われたが、それぞれ搭載可能なように改造されており、DU217 では、DU217E-5 や DU217K-3、派生型である DU317 を、さらに改良した、DU217R がある。 HE177 では、HE177A-3、R3 が代表型のほか HE177A-5 タイプにも搭載可能に改造されたものがある。他にも HE111 を元にした、HE111H-12 型や、 計画のみの HE111Z-2 のほか、FW200 の改良型である FW200C-8 も搭載能力を有していた。また、型は未確認ではあるが、DU17 でも搭載可能に改造されていた機体が存在したとする資料もある。戦艦ローマ撃沈に関しては、グライダー爆弾フリッツ X の戦果とする説も、 有力であるが、銅爆弾は、動力なしであるので、たかだか旅からの攻撃について、疑問があり確定できていない。一方で、HS-293 も鉄鋼弾でないことから、艦艦を貫通できないとする意見があり、これも、確定まで至っていない。その後、イギリス海軍戦艦、ウォースパイトやアメリカ海軍軽巡洋艦、サバンナを大破させた、と申されているが、こちらについても、 フリッツ X によるものとする有力な説がある。HS293 の内部構造図、h s 2 9 3 h クリストファー、ジョン、ザレース・フォー・ヒトラーズ・クス・プレーンズ、P134、ABC ・クリストファー。P134、スミソニアン・ナショナル・エアースペース・ミュージアム、コレクションズ・オブジェクツ、ミサイル、エアー・ツー・サーフェース。 ヘンシェル HS293A-1 スミソニアンナショナルエアスペースミュージアム2013年8月1日閲覧 US アーミーテクニカルマニュアル TM9 から1985から2ジャーマンエクスプローシブオーダナンス i b i b l i o r g スラッシュ hyperwar.p.15.2013 年8月1日閲覧 ガイデッド・ジャーマン・エア・ツー・グラウンド・ウェポン・ズ・イン、ww 2パイロット・サイツ・ロケット・ボム・バイテール・ライト・ポピュラー、メカニクス、ジュライ。一九四四、ワールド・ウォー・ツーイラストレーション・オブ・ hs 百二十三、a－ 1アンド・フライト・パス・フォアタッキング・シッピング、ハット・マーチン・ジェー・ボリンジャー、ウォリアーズ・アンド・ウィザーズ、デベロップメント・アンド・ディフィート・オブラジオ。 コントロールドグライドボムズ・オブザ・サード・ライヒ。アナポリス、ネーバル・インスティチュート・プレス、ABC ・クリストファー、P135、期間、マル・グラフィック・タリー1973、スプリッグ・バン1973年ジオ・処方ボドイツ軍用機の全貌1965年、竹縄投射館、120ページ1045、キログラムとする資料もある。 時速 900km とする資料もある。ありがとうございます。